たら出てくる。ところに服部党あり、清康公の意に応え暗中計画を隠し、悪意を我は愛情を助ける草の者、いかにして服部半蔵まさなりだ。はぁ、勝負57度の戦に臨み、一度たりとも傷つかず清康公の御ためと、この手に握るは天狗三名総根向き、我ことの難に望みて退く、我こそは戦国最強の武装本多平八郎忠勝、参るグレート家康公、おい武将隊
校青い武将隊と申します。青い武将隊のこと知ってるよって人、はーい、ありがとうございます。ありがとうございます。何より本当にたくさんの方に、ね、見守られて、我々も、ね、今年、3年目を迎えております。はい、昨年も、ね、我々この矢作西小学校のグラウンドにて演舞を行いましたが、ね、本当に皆様温かいご声援ありがとうございます。我々相変わらず、岡崎の観光大使を務めながら毎週土曜日日曜日祝日に岡崎公園にて演舞を行っております。ただいま岡崎公園ではゲゲゲの鬼太郎展など数々、ね、催し開催しておりまするので、ぜひ皆様夏休み中足をお運びくださいませ。お願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、さてこれからの時間は皆様と我々で戦うお時間でございます。一騎打ちタイムのお時間でございます。一騎打ちタイム。さあ皆様、青い武将隊と対等に稽古戦っちゃ皆様がすぐに負けてしまいます。ということなので、我々ミニゲームをご用意しました。本日の演目はじゃじゃん、こちら大縄跳び対決でございます。といっても大縄跳び普通に戦うのではありません。青い武将隊の本日は水野初成殿チームと服部半蔵正成殿チームに分かれまして、その中に皆様の中でね選ばれし方々をお招きして勝負をするというわけでございまする。はい、ですので我こそは大縄に自信がある、一緒に武将隊と縄跳びしたいようでと、よし結構上がっておりますね。ではまず服部半蔵正成チームから2人ほど注目してください。はい、続きまして、今度は皆様に、我々の様子を見ていただく、歌と踊りを見ていただくお時間と参りましょう。はい、そうそうな、ぜひね、共に手拍子などで盛り上がってくださりまして、はい、では、歌って踊るこの1曲聴いてくださりませ。ゴールド AOI 岡崎ペイシェンス、どうぞ。
方はぜひこの機会にお取りください。皆様方から見て右側真ん中に最後の線を送ってまいります。では最初右側ドン、あれかわいい、あちあち、青い武将隊は毎週土日祝日に岡崎公園にて演舞を行っております。ただいま、ゲゲゲの鬼太郎展ほか徳川マイケル展伝説もアドベンチャーゲームを行っております。ぜひお越しください。では続きまして真ん中、いや、なんてこと言ってないどうか本田忠勝殿の汗にご注文ください。こちらのズーム機能は使っちゃダメです、ね、はい、顔がきついと思います。はい、では、わしの熱気に嫌がる水野勝成の顔を映してください。はい、よし、青い武将隊、もう近づくね、後ろの方も撮れる、後ろの方もいらっしゃいますのでね、ご意味合いをお願いいたします。そして、パリ反動の馴染みに合わせる。じゃあこの後の場所はこの辺で歩いて、はい、歩きを出します。